王様ゲームは、金沢信明により執筆されている、携帯小説。モバゲータウンにおいて、創越乱数4000万を突破しており、これは、モバゲータウンにおける、最高創越乱数である。番外編を含んで、現在8作品が公開されており、そのうちの、王様ゲーム、王様ゲーム集曲、王様ゲーム臨場、王様ゲーム滅亡、 王様ゲーム起源王様ゲーム再生、王様ゲーム煉獄、王様ゲーム資源は、二馬車によって書籍化されており、シリーズ累計発行部数は800万部を突破している。2011年1月28日に、連打一人による漫画が発売された。同年12月には、実写映画が公開。2017年7月には、テレビアニメ化が発表され、 同年10月から12月まで放送された。モバイル版と書籍化されているものとでは若干、物語に違いがある。時系列は、起源、臨場、起源、無印、終局イコール、臨場、滅亡、再生、煉獄、新縁の順。出典が特に明記されていない場合、単行本の説明とする。基本的に登場人物たちは、 関係の良し悪しにかかわらず、互いのことを、下の名前で呼び合っている。ただし、大人のことは、名字で呼んでいる。声の子は、アニメ版の声優を示す。縁の子は、実写映画版でのキャスト。県立、玉岡高校一年 B 組の生徒映画版では、玉岡学園高等学校、アニメ版では、私立すぐるま級学園。主要人物その他の生徒県立。 5校高校2年1組アニメ版では、アニメオリジナルキャラクターの高田誠が、出席番号17のため、高村美佐以降の生徒はすべて出席番号が1ずつ、後ろにずれている。主要人物その他の生徒権立、紫門高校1年4組主要人物その他の、生徒その他高校生主要人物、夜泣き村主に、期限に登場。 主要人物その他の住民その他の人物県立若池山高校2年 A 組無トのグループ、聖一郎のグループ、ナルビのグループ営業のグループその他の生徒、教師王様リボーンの信者からナノクイーンとケルドウイルスを奪い、夢とたちのクラスで王様ゲームを始めた人物、トシテルをいじめた聖一郎たちのグループだけでなく、いじめを止められなかったクラスメートや、 いじめに無関心だった、クラスメイト、そして、自分自身も共犯だったと考えている。そうたからは、女子生徒ではないかと考えられている。その他の事件の関係者主要、人物を様くれない島にいるものを、ケルドウイルスに感染させ、王様ゲームを始めた人物。猟奇的な命令が多いことから、シリアルキラーであると考えられている。美穂曰く、暗く陰湿で、 猟奇的。命令12で、林栄春と小松崎美香の二人が王様であることが判明する。高校生日本人台湾人韓国人大人クラス全員強制参加です。王様から届いたメールの命令に24時間以内に絶対に従ってください。命令に従わなかった場合は罰があります。王様ゲームを途中でやめることは絶対にできません。 途中危険、または着信拒否した場合、罰が与えられます。エブリスタ版、初版は、金沢信明、次の王様になるかとなっている。命令1から7は、命令の内容が、大まかにしか描写されていない。作者の金沢信明は、幼少時から、ものづくりが好きだったものの読み物を書いたことはなかった。ある日、金沢は自分に文章を書く能力がないと、 考えつつも、一つの物語を作りたいという思いが強まると、同時に発想力には自信があったことから、本作をインターネット上に投稿した。本作の投稿を始めた時期は、金沢が会社を立ち上げた頃だったため、仕事の合間といった隙間時間を縫って、携帯電話で執筆を続けた。金沢は時折読者からのアイデアを取り入れる一方、たまには、 読者の期待を裏切らないと、ストーリーが単調になる恐れがあるとエブリスタとのインタビューの中で述べている。いずれも、いいエブリスタプレミアムで連載。二馬社アクションコミックスより、コミックス化されている。映画に先立って、2011年11月28日に、モバゲーで、アイテム課金制のソーシャルゲームがエフルートレックスの提供で配信。また、 2013年3月22日に王様ゲームマイナス共闘マイナスがアクセルマークの提供デモバゲーで配信されこちらは後に D ゲームに対応した2011年12月17日に本田千恵美を主人公とした実写映画が公開された金沢信明を桜田通が本田千恵美を熊井由里奈が岩村里奈を鈴木愛理が演じ ベリーズ工房、キュートのメンバーが創出演にしている。原作と違い、命令に背いた場合は、存在を抹消となっており、参加者以外の人々の記憶から抹消された人の記憶が消えるという設定となっている。ある夜、本田千恵美と幼馴染みの金沢信明のもとに、王様ゲームと題したメールが届く。 王様を名乗る送信者が何者かわからないまま、その日から千恵美のクラスメート全員にメールが届くようになる。クラスメートは、ふざけ半分だったが、やがて従わなかったクラスメートが、メールの通りに罰として、存在を抹消されるようになる。ゲームの終盤、ちえみが過去に、夜泣き村の王様ゲームで唯一生き残り、王様になる権利を放棄する代わりに、 永遠に年を取ることなく、死のゲームに巻き込まれ続ける罰を受けていたことが判明する。ちえみの正体は、クラスが消えるたびに記憶を一新され、別の学校に現れて、王様ゲームを引き起こす存在だった。真実を知った信明は、ゲームを終わらせるために、千恵美を殺そうとするが、自覚のないちえみに逆に殺害される。唯一生き残ったちえみは、自殺を図り、 教室に残っていた最後の席が消える。半年後、羽根与校等学校に、羽村玲子が転校してくる。玲子の隣の席に座っていたのは、本田千恵美と名乗る、女子生徒だった。出展、2017年8月1日に、漫画版のテレビアニメ化が発表され、同年10月から12月まで、ATX 東京 MXBS11 にて、 王様ゲームザアニメーションのタイトルで放送された。シリーズ1作目と2作目、終局を混合させたアニメオリジナルストーリーである。形式的には2作目が本編で、作中の回想が1作目というストーリーとなる。このように特殊な構成であることから、金沢信明役の宮野守は、 事実と信明の感情の流れを確認するため、音響監督と話し合った上で収録に臨んだと、ナタリーとのインタビューの中で述べている。遠く離れた高校に転校してきた、金沢信明は、前の学校で経験した、ある出来事が原因で、クラスメイトたちと親しくなることを恐れ心を閉ざして、いたが、体育祭でのクラス対抗リレーをきっかけに、打ち解け始めていた。 そんな中、クラスメート全員の携帯に王様と名乗る者からの一通のメールが届く。単なるいたずらだと思って真面目に受け止めないクラスメートたちだったが、その意味を知る信明だけは、これから始まる死のゲームに立ち向かおうと葛藤するのだった。王様ゲームザアニメーションに関するカテゴリー、ありがとうございます。